動画ですね。謝りそうになったら、ごめんね。Hello, my name is Suzuka Kudo. Nice to meet you. Whenever you meet you, I want you. Would you like some tea to drink? It's okay. Okay, come on. ということでですね、静かの部屋ということで、どうかご本人が一切見られないとして、心の中で私が勝手にやらせていただいております。本当にすみません。初回のお客様、藤原さんご夫妻です。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。何かおかしいですか？工藤静香さんのファンだったんですよ、若い頃。ソロになってからでしょ、うん、お一人になられてから。ネタのポーズとかやってるからね。アルバムも。カラオケ行ってもいつも歌います。はい。あと私、やっぱり男性も女性も、老いも若くて、幅広い層に愛されている。それが静香工藤なんです。自分で静香工藤って言うんですね。はい。今日は言わせてください。そうなんですね。私もやっぱり一番大切なものが家族、はいはい、あとは食事、はい、あとは庭の手入れだとか、そういうふうに順番をつけている、お財布最後の自分なんですけど、こういう感じだと怒られないから大丈夫かな。やはりお二人も愛すべき家族ということで、夫婦関係を守ってたのに、あえてこう意識しながら、でもまあやっぱりなるべく細かいことでも喋っていくようにはしてるんですけど、ちょっとお互いの意思疎通できなくて、もう喧嘩になる時もやっぱあるじゃないですか、うん、そういう時こうなかなか分かりやすい仲直りの方法ってうちなくて、それなんかもしおすすめのこれやったら仲直りすぐできるよみたいなのあったら教えてほしいなと思うんですけど。私はですね、なるほど、仲直りする、そうか、お二人は特に自然な感じで、もうどっちかが謝ったら、うん、まあそれはそれでいいし、もうどっちも謝られなかったら忘れるまでその場になればいいかみたいな、そういうふわっとしたふわっとした感じなんですよ、今。なるほどね、はい、なんかうちとは逆かもしれないですね。どうされてるんですか？勘なんですけど、はい、うちはやっぱり私から絶対に謝るようにします。へえ、ないと思ったんで、私すごくごくなところがあるんですけど、だからできれば心の中では常に強気をついておきたいタイプなんですけど、だからもう相手がちょっとでも、マジです、謝りそうになったなって思ったら、ごめんね。ごめんね。向こうが謝りそうになるのを待って、ごめんねって言うんですか。相手も反省して口からも出るところまでは一応待つんですよ。おい、ちょっと、今日はマジだ。でも言い出したら、ごめんね。勝ったって思うんですよ。ごめんを取りに行くっていうの。向こうのごめんを取りに行って先に謝る。取りに行って先に謝るって新しい手法。それどうでしょうか。それでもいいかもしれない。うちの先輩の西川清師匠も、挨拶先にされたら負けやってみたいな。そう同じ発想っすよね。そうですね。ごめんも先に。うん。ごめんも先に言った方がいいっていう。塚原なんか言われてるなんか昭和の奥手みたいな、ちょっとありますからね。勉強になります。よかったらやってみてください。まあ、この場を使って、こう、お二人が、こうして、言っておきたい。静かの前で、まあ、隠し事だとか、大ファンなんですけど、はい、特にないそうです。そんなこと。何歳から見てたとか、そう気持ちを伝えてない。何歳だろう。工藤静香さんのアルバムを兄が持ってたんです。8歳年上の兄がいるんです。8歳の。でその兄が毎日のように聴いてたその工藤静香さんのアルバムの音が隣から聞こえてきて、それで誰だこれは。なるほど。8歳の兄だなと思って。好きなんだ。濃い人よとかが入ってる。嵐の素顔とかが入ってるアルバム。お兄さんはさ、なんかこう前にこうなっちゃった気もしない。聞いてる。
幅広いんだぜ。私いろんな人にメッセージ送ってるから、うん、やっぱり男性の方も男性に好かれるその幅っていうのすごく広いんだよ。仕方ないと思って。やっぱ女性にモテる女性、うん、女性にモテる女性だから、わかる、姉さんって呼ばれてるから、うん、そこでお兄さんから帰ってきてきたっていう、そうで、そのアルバムをどうしたかちょっと入ってで、照れるね、なんか言わせたなりにはすごく照れちゃうよやだね、ごめんね、なんか思い出しちゃう、なんかさ、私が今さ、なんかすげえなカツアゲしてるみたいだよねどこがですか全然カツアゲじゃないです気持ち伝えただけですか、うん、あんなに同世代で静香さん好きっていう言ってる子が少なかったかもしれない。ちょっとお姉さん、うん、マジさんになっちゃう、そうかもしれない。同世代ってさ、どういう人が好きだったのね、やっぱスピード、あースピードになっちゃうの、一気にスピードになっちゃう。マジで、まあ、あちらもちょっとしてるそうか36歳です。36歳、うん、そっか、ちょっとジェネレーションギャップじゃないけど、確かに入ったな、これ。いや、でも、ついちゃってきたけどついちゃってきた、髪の速さがついちゃってきたし、憧れが兵庫県、はい、小中高とずっと笑い番組、ずっと拝見しております。本当ですか、ありがとうございます、はい、嬉しいな、つい思っちゃいます。いやいや、こっちがね、お会いできたことの方がですか、ほんとね、ありがたい。だから、ほんと工藤さんに会えるってこと、僕今日までずっと黙ってなきゃいけなかったので、辛かったですよ。歌の練習もしましたし、うん、あ、その努力は確かに水の泡になりましたけども、今日得たものが多すぎて、うちの妻が。寝る前、大丈夫かな、また思い出して興奮して寝られないです。私は予期手帳に書いてたことかもしれない。奥さんの今日、そうなことは寝る前に思い出しちゃって興奮するかも。そうなんです。私もあの予期したことすべてメモるようにしてます。まあ、これ多分静香さんがそういうことやってるんじゃないかっていう、あのキッツー感なんですけど今日あの人はこうするこうする私には分かるっていうの、予期を全部書いて関するの、そうです。いやいや、ありがとうございます。ごめんなさいね、本当に無理な、無理な。いやいや、全然全然。静かな部屋でした。